この時は、大谷翔平選手の試合に関することは言及されていません。2019年の7月13日から2019年の7月19日まで、エンゼルスの試合画が,が行われています。その近辺で、大谷翔平選手の試合を見に行っていた可能性は高いですね。理由、大谷翔平が近所のスーパーで、 デート2021年の3月30日には大谷翔平選手が近所のスーパーに大谷翔平選手と日本人選手が出入りしていることが報じられました。さらに、本市は気になる情報をキャッチ。エンゼルスの本拠地近くにある日本食スーパーの常連客が、大谷翔平が女性と二人で楽しそうに買い物をする。 姿を目撃しているのだ。店で見るときは毎回、エンゼルスの帽子をかぶっている、女性と来ることもあるよ。私の友達が言うには、日本人女性みたい。彼はいつも優しそうで、ナイスパーソンという感じだね引用、ライビダーニュースこの相手の日本人女性が、 かのまいこさんなのではないかと言われています。理由、かのまいこがピンキーリングに弱せまたしても情報はかのまいこさんのインスタグラムの投稿です。2018年の7月20日にかのまいこさんが更新した自身のインスタグラムに小指にはめるピンキーリングが投稿されました。30歳記念にピンキーリングを購入。願うことは ただ一つ健康第一それだけ。というメッセージを添えました。大谷翔平さんの2018年の7月頃といえば、怪我から復帰したばかりだったり、非常に不安定な時期でした。このことから、健康第一って大谷翔平選手のこと。という噂が立ったのです。 実際に投稿されたインスタグラムのコメントでも、願ってるのは大谷翔平くんのことですよね。わかりますよなどといったコメントが寄せられています。ちなみに、かの舞子さんがつけた左の小指にはチャンスを引き寄せ願いを叶えるとされており、願い事がある女性は左手の小指にピンキーリングをつけるのが縁起がいいのです。 理由、カノマイコの父親が匂わせ2018年の12月頃の話ですが、大谷翔平選手とカノマイコさんの関係について、カノマイコの父親が周囲に話しているということが報じられました。内容を簡単にまとめると、カノマイコさんの父親が大谷翔平と娘の関係を尋ねられると、 僕の口からは言えないと笑っていた。もし二人が結婚したら、大谷翔平を紹介してよと言われると、手数料を取るよと発言した。とのことですね。かの舞子さんの父親は、友人に二人の関係を問われて、僕の口からは言えないとにやりと笑っていたそうです。さらに、もし結婚したら、 大谷翔平を紹介してよと言われると手数料を取るよと冗談を言うことも自身の SNS では大谷翔平さんに関する投稿をしたりと真意はわかりませんが彼は二人の関係について何か知っているのかもしれません異名をニュースポストセブンただあくまでこれは直接聞いたわけではないようで直接尋ねられると いやいや、ごめんとはっきりとした証言はしていません。理由、大谷翔平と、かの舞子に、共通の知人がいる。大谷翔平選手と、かの舞子さんには共通の知人がいます。その女性は、大前めぐみさんという方です。こちらの女性は、2015年頃から大谷、 翔平選手の食事面のサポートをされている方で、渡米後も大谷翔平選手の元を訪れ1ヶ月分の食事を作り置きしたり刺しゅ料理を伝授したりしています。また、大前めぐみさんは全日本女子バレーボールの食事サポートをしていたこともあり、大谷翔平選手と加野マイコさんは大前めぐみさんを介して知り合ったのではないかと、 されています。大前めぐみさんのプロフィール株式会社明治、管理栄養士。1968年生まれ。大学卒業時に管理栄養士の資格を取得。PR 会社勤務。主婦を経て。1999年に株式会社明治に入社。2000年。 アスリートやチームの栄養サポートを開始。これまでに、上原浩二氏。ビッセル神戸。東北楽天ゴールデンイーグルス。全日本女子バレーボールなどを担当。現在は、侍ジャパン。プロ野球の大谷翔平選手。鈴木誠也選手などをサポートする。 引用、HMV&BOOKS EU、大谷翔平の結婚条件、26歳までに結婚したい。大谷翔平選手は26歳までに結婚したいと、花巻東高校時代に作った人生計画ボードに書いています。このことから、大谷翔平選手と、加野マイコさんは結婚病読みなのではないかと言われています。 理由、カノマイコの好きなタイプカノマイコさんは、元バレーボール選手なので身長が、女性にしては、大柄の185センチです。そのため、やはり、カノマイコさんが好きな男性のタイプも、自分より、大きな男性のようです。そして大谷翔平選手は、身長193センチ。 女性で185センチのカノマイコさんを上回る数少ない日本人男性です。理由、大谷翔平の好きなタイプまた、大谷翔平選手選手は好きなタイプに関してインタビューに答えているのですが、笑顔が可愛い人、身長が高いスポーティーで爽やかな人、明るい人と答えており、これはまさに、 カノマイコさんなのでは、と言われております。また、両親からの影響で、大谷翔平選手は、以前、女子アナや女優とは結婚しないと発言しています。このことに関しては、大谷翔平選手も了解しており、さらに両親は、女子アスリートがいいと言及していることもわかっています。 両親は結婚相手に女子アスリートがいいと考えているようで、女子アナや女優とは結婚させないと釘を刺しており、これには大谷翔平本人も了承しているという。引用、朝女、大谷翔平とカノマイコの結婚の噂まとめここまで大谷翔平選手とカノマイコさんが結婚すると言われた理由についてまとめました。 そして、こんなに噂が立っているのに、本当にガセなの、と思う方もいるとは思います。なので、これからはガセと言われる理由についてまとめました。長くなってしまいましたが、本題はここからです。大谷翔平とカの舞イが結婚はガセ。破局どころか付き合ってない。 大谷翔平選手と、カノマイコ選手の結婚の噂がガセである真相や、破局の可能性やその裏付けの情報を見ていきましょう。理由1カノマイコ、大谷翔平には会ったこともないまず一番の理由は、これです。大谷翔平選手と、カノマイコさんが噂されたのは2018年7月15日の、カノマイコさんのインスタグラムの投稿からです。 しかし、その直後に大谷翔平選手について会ったこともないと発言していることが判明しています。カノマイコの事務所は大谷翔平との関係について、コメントはいたしませんとするが、関係者は、本人は会ったこともないと言っており、戸惑っているようですと話す。引用。 ニュースポストセブン確かに、大谷翔平選手の野球観戦に行ったからといって、会ったことにはなりませんからね。えまた。過去に、大谷翔平選手は、久米製薬、バレーボールチームの試合観戦に行っていたことがわかっています。カのマイコさんも当時久米製薬に在籍しており、 その時の久米製薬の監督を務めていた中田久美監督が証言しています。大谷翔平との会話について中田監督は久光製薬の監督時代に一度、試合を見に来てくださって、異名、日刊スポーツ、この時から付き合ってたんじゃないのなんてネット上でも囁かれているのですが、それはどうやらガセなのです。 中田久美さんが監督を務めており、勝つカ舞子さんが選手としていたのは、2012年の9月から2015年の6月までのことです。しかし、その後、鹿の舞子さんは会ったことないと発言してしまっているので、大谷翔平選手が鹿の舞子さんに会うために試合を見に行ったわけではないのは明らかですよね。 理由、大谷翔平と一緒に歩いていた女性が、カのマイコではない戦術の通り大谷翔平選手は2021年の3月頃に近くのスーパーに日本人女性と行っているところが目撃されたことがわかっています。その女性がカのマイコさんなのではと言われておりますが、特定するには至っておりません。ここで、 大谷翔平選手と、かマ舞子さんの身長について振り返ってみましょう。大谷翔平19、193センチメートル、かマ舞子、185センチメートルこうやって数字を並べてみると、二人が付き合っていたら、いろんな意味でビッグカップルになり、街中で遭遇したら、の一瞬でわかります。 それなのに、大谷翔平選手と一緒に歩いていたのが、カノマイコさんと特定されていないのは、ちょっとおかしくないですかね。大谷翔平選手と一緒にいたのが、カノマイコさんだったら、何かしらの記事で報道されているはずです。ということでこちらも、大谷翔平選手と、カノマイコさんの結婚説をおがせとする理由の一つとしたいと思います。 理由、大谷翔平の旅重なる結婚の否定、大谷翔平選手は、ノマ舞子さんとの噂が立ってしまったがために、あらゆる場面で結婚についてのインタビューを求められています。しかし、その結婚に対する答えは一貫死し,して否定。大谷翔平選手の結婚否定発言もまとめたので、見ていきましょう。 2019年11月頃、結婚。結婚。ないと思います戦術の通り大谷翔平選手は、花巻東高校時代に作った人生設計ボードに26歳、結婚と書いてあったこととから、インタビューで尋ねられるとこう答えました。え、まさか、僕が、 結婚。ないないないという驚いた返事のように見えたのは私だけでしょうか。花巻東高時代に26歳の目標にワールドシリーズ制覇。結婚と掲げていたが、結婚。結婚。結婚はないと思いますと苦笑いを浮かべた。引用、フルカウント2020年11月頃。 結婚願望はありますが別に今すぐしたいとかは特にないです。願望はもちろんありますよ。やっぱり奥さんいて、子供がいたらね、楽しそうだなと、周りがどんどん結婚していくので、焦りはないですけどね。別に今すぐにしたいとかは特にないです。タイミングが良ければ、それは、 全然ありなんじゃないかなと思います。異名、日韓スポーツこちらも噂をされている、カノマイコさんについてのことを聞かれたのだと思いますが、結婚に関しはきっぱり否定。2020年11月22日、結婚の予定は全く持ってない2020年の11月22日には、いい夫婦の日であったことから、大谷翔平が、 カノマイコが結婚するのではないかという噂が立ちました。その日にちょうど記者会見を受けていた大谷翔平選手でしたが、きっぱり結婚を否定したのです。これまでが大谷翔平選手の結婚を否定する言動です。ここでカノマイコさんの立場になって立ってみましょう。カノマイコさんと、 大谷翔平選手が噂になったのは2018年の7月からです。本当に交際しているとすれば、2021年には3年目になりますし、加野マイコさんはとっくにに30歳を超えています。もし本当に大谷翔平選手と加野マイコさんが交際していたら、大谷翔平さんのこれらの発言は、 カのマイコさんを非常に傷つけることになりませんか大谷翔平選手ほどの人がそんな無神経な方には思えませんし、もし交際していたら結婚はしたいとは思ってますねぐらいに交わすのが普通じゃないですかね。それなのに結婚。ないない。と思われる反応や、結婚の予定は、 全く持ってないと発言していることからこちらも二人の結婚や破局の噂をガセとする理由の一つとしたいと思います。理由、大谷翔平とカノマイコの目撃情報が一切ない大谷、翔平選手は2018年の末頃に都内の湾岸部に2億円のマンションを購入したと言われています。そのマンションの購入を機に、 カノマイコさんとの結婚を進めているのかなんて言われましたが、日本での目撃情報は一切なし、戦術にもありますが、大谷翔平選手とカノマイコさんがもし付き合ってたとしたら非常に目立ちます。その上で、二人が過ごす場所もあり湾岸部ということもわかっているのに、目撃情報がないのは、 おかしいですよね。理由5月日が経ちすぎている大谷翔平選手とカノマイコさんは2018年から噂されており、幾度となく結婚病を読み、とされていますが、結婚どころか目撃情報すらありません。戦術にもありましたが、カノマイコさんはもう30歳を等に超えており、 中ばに差し掛かっています。交際しているとするなら、もうとっくに結婚していてもいいでしょう。理由、大谷翔平と、かの舞子交際の証拠がない戦術の通り、大谷翔平さんと、かの舞子さんが噂になった理由はわかりましたが、改めてその噂の原因を見ていきましょう。ブレスレットが一緒、誕生日近辺に、 大谷翔平の試合を観戦、カノマイコのピンキーリングの健康祈願、大谷翔平がスーパーデート、カノマイコではなかった、カノマイコの父親の匂わせ、間接的に聞いただけで確証はない、お互いの好きなタイプが一緒この理由を改めてみても、これだけガセな可能性があるのに二人が交際していると断定するには理由が薄いと思いませんか 野球観戦に関しても、大谷翔平選手ほどの逸材だと芸能人の方でも試合に足を運ぶ人は多数います。女優の川口春奈さんも大谷翔平選手の試合を見に行ったことが話題になりましたよね。ピンキーリングの件に関してもも、大谷翔平選手にプレゼントされたわけでもなさそうですし、 こじつけのようにも見えてしまいます。少しでも可能性があるように思えるのは、ブレスレットが一緒のみです。ただこちらもつけいている時期が異なるようなので、二人が付き合っている理由にはならなそうです。そう考えると、大谷翔平選手の匂わせが一切ないのも不自然に感じてしまいますよね。大谷翔平と、 カノマイコの結婚、破局がガセな理由まとめここで、もう一度、大谷翔平選手と、カノマイコさんの結婚が、ガセと言われる理由を振り返ってみましょう。噂された時、カノマイコは、大谷翔平に会ったことはなかった。大谷翔平と歩いていた女性が、カノマイコではなかった。2021年3月、度重なる大谷翔平の結婚の否定、目立つ。 はずの二人の目撃情報がない、噂が立ってから、月日が経ちすぎている、確固たる証拠がないこれらの理由から、大谷翔平選手と、かマイ子さんの結婚や、破局の噂をがせ、そもそも付き合っていない可能性大、ということを結論付けたいと思います。大谷翔平と、かの舞子の関係は、結局何なの ここまで噂になっていて、結局が世界よ。と感じた方もいるとは思いますが、結局二人の関係は一体何なのでしょうか。結論、かの舞子が、大谷翔平のファンかの舞コさんは、大谷翔平さんの試合には、2018年の7月、頃だけでなく2017年の日本ハム時代にも、試合観戦していたことが分かっています。 二人の関係は定かではないが、カノマイコさんは2017年、東京ドームでの日ハム戦に自分でチケットを買って訪れたそうです引用、スマートフラッシュアメリカに足を運んで試合に見に行くほどでしたが、カノマイコさんは以前から大谷翔平選手の試合を観戦していたようです。そうすれば、カノマイコさんが、 大谷翔平選手と同様のブレスレットをつけていたことにも納得ができますし、大谷翔平選手のいるアメリカに誕生日に通うことも合点がつきますよね。大谷翔平の今後の結婚の可能性は、大谷翔平の画像結論、結婚はまだまだ先のことになりそう。大谷翔平さんが結婚するのはまだまだ先のことになりそうです。 戦術の通り大谷翔平選手は結婚に関してはだいぶ消極的ですし、現在彼女などの有力な情報も一切ありません。また、26歳で結婚すると人生計画ボードに書いていたので、26歳になった後に結婚について尋ねられるとまだまだそういう責任は取れないということも明らかにしました。 計画は変わるものなので、高校の時に思い描いた26歳は、だいぶ大人だなっていうかおじさんだなっていう感じだった。結婚を考えるのかなと思いましたけど、実際に自分がなってみると全然、子供だなって、まだまだ、そういう責任は取れないなと思いますけどね。 予定はあったらいいですけどね、引用。スポニチ・オ谷タニ・選手は野球に対しても非常にストイックな方ですし、メジャーリーグの第一戦で二刀流として活躍していくには、結婚や恋愛まで手が回らないのかもしれませんね。ただ、いつか、オ谷タニ・選手が結婚をして子供を作るとなれば、 最強の遺伝子が受け継がれることになりますので非常に楽しみですね。大谷翔平とカノマイコの噂はガセの理由まとめ今回は大谷翔平とカノマイコの結婚はガセ。破局どころか付き合ってすらない。ということで二人の関係についてまとめました。これからも大谷翔平選手は世界の第一線で活躍されることは 間違いないですし、結婚相手や恋愛についても気になるところですが、カノマイコさんの件に関してはガセであるということがわかりました。ただ、これからも大谷翔平選手やカノマイコさんの結婚や恋愛については調査し続けたいと思います。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。